市川みおりのフレッシュレモン TV。 どうも。効率的な仕事ぶり、充実した私生活、キャリアウーマンです。今日は独り身で寂しい働きウーマンの恋愛相談に乗っていきたいと思います。私なかなか彼氏ができなくって、やっぱり自分から彼に行かないとどこできないですかね。じゃあ質問です。花は自分からミツバチを探しに行きますか？探さない、待つの。撒いてごらん、自然と男は寄ってくるから。キャリアウーマン。私元彼のことが忘れられなくって、仕事に集中できないんです。どうしたらいいですか？ダメウーマン。いい？元彼のことが忘れられない？じゃあ質問です。あなたは味のしなくなったじゃがりこをいつまでも食べ続けますか？新しいじゃがりこ食べたくない？男はじゃがりこと一緒、味がしなくなったらまた新しいじゃがりこを食べればいい。だって地球上に男は何人いると思ってるの？35億、あと5000万人。ちゃんちゃんチャンネル登録、ちゃんちゃんチャンネル登録。チャンネル登録をすれば君もフレッシュレモンになれるよ。はい、OK です。笑っちゃう。面白い。これよくできてますね。完璧ですよね、もう。完璧です。